いやー、そろそろ新しい黒パンが欲しいな。 大山さんが言う通り黒パン確かに使いやすいから最初はユニクロだとかグローバルワークのアーバンスラックだとかこの辺りを履いてきたんだけどもそろそろアップデートをしたいんだよなもうちょっとこだわってセレクトショップのオリジナルなんかもいいんだけどももうちょっとだけ人との違いを出したいんだよなかといってドメスティックブランドまで行っちゃうと価格も高いしこだわりが強すぎてなかなか履きこなす自信がないんだよな何か大人に合うようなバランスのいい黒パンってないのかなと思って 皆さん、こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、僕のオリジナルブランド、ソウのですね、新作となる黒パンですね。こちらを皆さんに全力で解説をしていきたいなと思っています。僕の動画を見ていただいている方であれば、黒パンの重要度というのは、すでにご存知かなと思います。 様々なコーディネートにはまりやすくて大人っぽくて上品にも見えるので1本持っておくとめちゃくちゃ便利なのが黒パンというアイテムかなと思っています僕自身黒パンが大好きで普段からですねガンガンに活用してるんですねそしてこれまでですね黒パン何本買ったんだろうと考えてみたんですがおそらくですね30本近く買ってると思うんですね、まあ、ブランドによって特徴も様々なので自分自身大好きだというのもありますし研究材料の一つとしていろんなブランドの 黒パンを買ってきましたただですね、なかなか自分自身がとことん満足できる黒パンって見つかりづらいんですよね。確かにユニクロだとかグローバルワーク、またはセレクトショップのオリジナルでも黒パンってあるんですが、まあ、僕ほどですね、黒パンにのめり込んでる人間からすると、ここはもう少し工夫があったらいいのになとか、素材感がちょっと違う方がいいんだけどなとか、サイズがちょっと合わないなとか、いろんな悩みがあるわけですね。ですので、なかなか完璧な一本っていうのが見つかりづらかったので、これはもう 自分のののブランンドででで作るのが一番早いいなととうここパンをですねこの度制作させていただきましたただですね、僕の中でもこだわりがすごく強いジャンルなので、いろいろとサンプルは作ってみたものの、全然しっくり来なくてですね、完成するまでに2年半ぐらいかかってしまったんですね。サンプルだけで多分5本ぐらい作ってると思うんですが、ようやくですね、自分の中でも満足できる1本が出来上がったので、皆さんに今回は全力で解説をしていきたいなと思っています。そ、まあ、そもそも僕は考え える理想的な黒パンってどんなものなのかなって考えてみた結果まあ、いくつかですね大切な項目があったんですねそのあたりをすべてこちらの黒パンには落とし込んであるのでまあ、皆さんに解説をしていきたいなと思っていますまずはシルエットですねここが最も重要だなと思ってまして個人的には少しゆるさがあって今っぽい雰囲気で着れた方がいいなという理想があるんですねそういった点で言うとユニクロだとタックワイドパンツ非常に完成度が高いかなと思うんですねワイドパンツなんだけども綺麗 見えるるよよううななストトンと落ちるようなシルエットですねこの辺りがものすごくバランスがいい一本かなと思うんですが、個人的にはもうちょっとゆとりを持たせたいんですね。ワイドパンツという割には割とコンパクトめにできてるのがユニコーのタックワイドパンツなので、それよりも少しだけシルエットはゆとりを持たせるようにしました。もも周りを見ていただいても、やっぱり適度にゆとりがありまして、そこからストンと落ちるような形で、スト幅もですね、ややゆとりを持たせてるんですね。ですが、決してこうワイドに振りすぎないようにしてるんですね。これがドメ マイスティックブランドの黒パンとかだと、割ともっとでかいものも多かったりするので、なかなかですね、癖が強くてですね、そうなると使いづらさもあったりするので、ゆとりはあるんだけども、やりすぎない適度なゆとり感というところを意識して、こちらのシルエットを作っています。まさにこれぐらいが僕にとっては理想的な太さなんですね。で、先ほどちょっと触れましたが、裾幅ですね。これがすごく重要なんですね。 これなぜかというと、一つの黒パンで様々な靴を合わせたいからなんですね。今僕はジャーマントレーナーを合わせています。こういったシューズっていうのは癖がないのでどんなパンツでも合わせやすいんですね。まあテーパードの効いてるボトムス、いわゆる膝から下にかけてだんだん細くなっていくようなボトムスはスト幅が結構狭いんですね。そういったものって、まあこういった白レザースニーカーとかでも全然合わせができるんですが、一つ問題点があって、こちらにあるようなニューバランスのスニーカーですね。 これを履いちゃうと収まりが良くないんですね。このニューバランスってこのボリューム感があるので、この甲の部分がうまくですね、裾幅にはまらないので、歩いてるとちょっと裾の収まりが良くなかったりするんですね。そういった意味では、ちょっとワイド系パンツのですね、裾幅が広いもの,の方が、ぽってり系スニーカーには圧倒的に相性がいいかなと思うんですね。 ニューバランスだとか、他オネオネだとか、あとはサルモンだとか、このあたりはやっぱりボリューム感があるようなスニーカーなので、そういったものにもハマるようなストアバを意識してるんですね。なので、まあ今シルレーザースニーカー履いてますが、ニューバランスにちょっと履き替えてみたいと思います。 はい、履き替えてみました。ニューバランスを履いてもですね、裾幅がしっかりとあるので、バランスよくハマってるのが見て取れるかなと思います。ですので、一つのボトムスで、レザースニーカーからニューバランスのようなポッティ系スニーカーまでしっかりとカバーできるような、そんなボトムスが作りたいなということで、こちらのですね、サイズ感をバランスを取らせていただきました。今ちょうど白レザースニーカーとニューバランス、ちょっとアンバランスな感じなんですが、まあ、このような形でどちらでも履いていただけるので、そういった点でもコーディネートの幅は広がりやすい かなと思っていますそして、腰回りなんですが、こちらにはタックを入れてるんですね。最近のトレンドのボトムスには、タックが入ってるものが多いかなと思うんですが、ちょっとクラシックな要素を取り入れています。まあ、ちょっと変則的なタックを入れていまして、まあ、内側に1本線が入っていて、外側にもタックが入ってるんですね。で、外側のタックはですね、センタープレスにつながるような形で、ストンと下に向かって落ちるような仕様になっています。まあ、腰回りもですね、このように T シャツをタックにした時にも、一つアクセントが来るようなバランスに仕上げています。そして、前から見るとですね、 ですね、ベルトループもしっかりと付いているので、普通のボトムスに見えますが、サイドから後ろにはですね、ゴムを入れていますので、このあたりのサイズ感ですね、お腹がぽっこり出ている方にも対応しやすいような仕様にですね、あえてしています。さらには、僕はですね、結構小柄な体型なので、様々なボトムスのウエストが大きすぎてしまうんですね。ですので、こちらに関しては、ドローコードがちゃんと付いていますので、内側でギュッと締めていただければ、ウエストが細い方にも対応できるようになっているかなと思います。ちなみに僕は身長 164cm53kg、 S で s サイズを履いていますが割とウエストは5分でですね伸縮するようになっているので初期設定でもある程度ですねコンパクトになっているかなと思いますさらに細い方にはドローコードで絞っていただければ対応できるのでまあ、ウエストもですねいろんな方に履いていただけるようなところをですね目指していますでもう一つ大事なのは素材感ですね この素材選びは相当ですね、こだわりました。僕はウールの質感がすごく好きなんですね。上品なですね、落ち感があって、大人っぽく見えるので、ウールすごく好きなんですが、やっぱり機能的に使えるような河川の素材っていうのは、今の時代化には合ってるかなと思ってまして、こちら使ってる素材はですね、ポリエステとレイオンとポリウレタンですね。このあたりが梱包されてるものなんですが、まあ、ウールライクな見た目になっていまして、質感もすごくいいです。とろみがあるんですよね。僕はこの生地が大好きで、 ジャケットとかにも同じ素材を使ってるんですが、肌触りもいいし、厚みもちょうど良くて、季節感がそこまで強く出ないんですね。ですので、初夏ですとか、梅雨時期だとか、夏も僕はこれ履いちゃうと思うんですね。さすがに真夏になったらショートパンツが多くなってくるので、そんなに履かないかなと思うんですが、真夏以外は着られて、なおかつ秋冬も使えるというところで、シーズン列な素材感にしてるんですね。というのも、僕は結構めんどくさがり屋なので、シーズンごとにボトムスを変えるのが嫌なんです。 ですね。なので、これ一本あれば、ほぼ一年中使えるというところで、生地の質感にはだいぶこだわりました。軽いし、ストレスもないので、これは断然履きやすいので、これはですね、皆さんにもお勧めしやすいような生地化になってるかなと思います。まあ、コーディネートに関しては、僕の普段の動画からお伝えしてるので、ま、あえてですね、言及しないですが、例えば T シャツと合わせてもいいですし、ブルー系のシャツだとか、ストライプ系のシャツに合わせてもいいかなと思います。または、グレーのジャケットだとか、ベージュ系のアウターだとか、そういったものにも合うので、万能な一本にして で、シルエットに関してはトレンド感ちゃんと抑えてあるんですが、大人っぽいところをちゃんと逸脱しないようなバランスになっているので、これは結構いろんな世代の方にもハマりやすいんじゃないのかなと思ってまして、30代の方から40代、まあ、50代の方でもトレンド感漂う着こなしが好きな方であれば履いていただけるような、そんな一本に仕上がってるかなと思います。で、こちらのボットブスなんですが、素材に関しては国産のものを使っていて、工場もですね、国内の工場で仕上げていますので、まあ、かなりクオリティも高く仕上がってくるかなと思います。 ただ、海外の生産のボトムスに比べると、どうしてもコスト面がかかってしまうので、値段はですね、正直安くないんですね。そこだけは非常に申し訳ないなと思うんですが、素材の質感だとか、生産の背景はですね、ドメスティックブランドに近いぐらいのですね、クオリティでしっかりと作っているんですが、価格は、ドメブラよりはだいぶ落ち着いた形で、税込み、送料込みで17,200円になっていますので、決して安くはないんですが、ちょっとこだわった黒パンを持ちたいという方には、ぜ、ま、ひ、あ、お勧めできるような一本になっているかなと思います。 個人的にもいろんな黒パン買ってきたんですけども高い価格帯の中にはいいものはたくさんあるんですね3万円以上の黒パンもいろいろと買ってきましたがそうなるとなかなか買いづらいですし着る時にも勇気がいるんですねそういった意味ではいつも買ってる黒パンよりは高いんだけども高すぎないというところそれも結構重要だなと思うんですねそして海外製のものもいいんだけども、まあ、日本人なので国産を着ているという安心感だとか、まあ、国内のですね工場を応援したいというところも含めて気分が上がるのであれば こういったボトムスを選ぶのも一つの選択肢かなと思っています。で、今回こちらのボトムスに関してもですね、受注生産で皆さんにお届けできればなと思ってるんですが、残念ながら記事に限りがありまして、まあ、すでにですね、お作りできる本数には限りがあるんですね。しかもですね、すでに僕はもう一つ運営してます、メンバーシップチャンネルの方で先行でですね、発売してるので、そこまで数が多くは残っていないんですが、まあ、気になる方はですね、ぜひこちらの動画の概要欄にリンクを貼っておきますので、まあ、公式のオンラインサイトから 是非ゲットしてみていただければなと思っています。お届け時期なんですが、7月の上旬ぐらいを予定しています。まだちょっと先になってしまって恐縮なんですが、あまり季節を問わずに使えるようなアイテムではありますので、真夏の手前までは使っていただいて、また9月に入ったらですね、ガンガン使えるような、そんなボトムスになっていますので、よかったら皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。そして、受注期間なんですが、本日5月21日の火曜日から1週間ですね、5月28日火曜日までで締め切らて、 いいいいいただきたたただだだきななとと思思っってててままますすすこののの期間内にででね完売してしまう可能性もあるのでその際はご勘弁いただければなと思っていますちょっと先にはなるかなと思うんですが、また生地が新しく入荷してきましたら再生産もしたいなと思っていますので、もし売り切れてしまった場合はですね、そちらも楽しみにお待ちいただければなと思っています。僕自身黒パンが大好きで、いろんなものを買ってきて、その中で感じた、ここはもうちょっとこうしたいなというところですね、それらを全て凝縮して作ったこちらのボトムスですね、個人的には大満足。 の仕上がりですもっと高いお金を払えばさらに素敵な黒パンは手に入るかもしれないんですが17,200円という価格帯でここまでですねこだわりを詰め込んでなおかつ製造背景も含めてしっかりと作り込んだボトムスはそんなに多くはないかなと思いますあくまで僕の独断と偏見にはなるんですが完成度の高いですねしっかりとした黒パンが出来上がったかなと思うので良かったら皆さんもチェックしていただければなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに